大室公園整備前の大室古墳群国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成大室公園は群馬県前橋市に位置する都市公園である西大室町と東大室町にまたがる日本の歴史公園100選に選ばれている赤木山麓の標高130メートルの大地に 築造された大室古墳群は日本の古墳の中でも早い時期から学術的な調査が行われたことで有名である。1878年には豊木入彦の命の両母候補地に挙げられていた前双子古墳の発掘調査が行われ、石室より発見された数多くの遺物は当時の世間の注目を集めた。これらの古墳群を大室公園として整備する計画が 昭和60年代から県の公園部局と文化宝部局の主導のもと進められた。実際の整備は1989年に大室公園史跡整備委員会が組織され1991年から発掘調査が始まった。まず1991年に後双子古墳と小西古墳1992年に前双子古墳 1993年と1994年に中西古墳、1995年と1996年に小西古墳と6年間にわたって調査された。南北500メートル、東西1000メートルの広がりを持ち、公園内には国史跡の大室古墳群や豪族巨漢跡といった遺跡のほか、江戸時代末期の赤木型民家や古墳時代の住居が再現されている。 ありがとうございます。